国鉄オハ35計客車タルミ鉄道オハフ500計客車タルミ鉄道オハフ500計客車は日本国有鉄道オハフ33型客車4両を譲り受けし1984年から1992年まで使用されたタルミ鉄道の客車である1984年10月に国鉄タルミ線を 第3セクターに転換して開業した、タルミ鉄道が開業に際し、ラッシュ時の輸送力確保用に2両を導入した。車体外部は、タルミ鉄道のレールバスと同じブルーを基調としたもので、登場したが、1988年4月には茶色に変更されている。車内では、入線時に一部の座席が撤去されて、石油ストーブが搭載されている。 1989年3月に2両が増備されたが、翌1990年3月には、オハフ800型に代替されて3両が廃車。1992年3月に、残りの1両が廃車されて、形式消滅した。20メートル級の車体両端に出入台を持ち、出入台には、内開き式の開き度がある標準的な国鉄客車の形態である。 片側の出入台の直近に、便所、洗面所、反対側の出入台の直近に、車掌室がある。扉間には1000ミリメートル幅の1枚上昇式窓10組と、便所、洗面所、車掌室部分には700ミリメートル幅の窓を備える。国鉄時代は、客室内にシートピッチ1465ミ、mm、リメートルの4人掛けボックスシート10組が備えられて、 いいたがが鉄道では一部が撤去されている国鉄オハフ33型は製造が第二次世界大戦を挟んだ長期にわたり戦前性と戦後性で形態が異なる上オハ35型を緩急車化改造した車両も含めて様々な形態の車両が存在した。タルミ鉄道の4両のうちオハフ503、504は戦前制で 戦前性オハフ三十三の標準的形態である、丸みを帯びた、つ面出入台付近から車端にかけて長毛だが曲線を描き、屋根高さが徐々に低くなる、いわゆる丸屋根、屋根はキャンバス張り、車体はリベット構造である。オハフ五百一五百二は戦後制で、オハフ五百一は戦後制オハフ三十三の標準的形態である、折り妻、 車端部車体幅絞りなし、構成屋根、オハフ500には、戦後製、オハ35を、緩急車化したもので、戦後製、オハ35の標準形態の一つである、車端部車体幅絞りあり、キャンバスバリ屋根である。オハ35を、緩急車化した、オハフ33には、車掌室窓を、原型の1000ミリメートルのままとしたものと、 おはふ33として製造された車両と同じ 700mm 幅に改造したものがあるが、おはふ502は 700mm 幅となっている。タルミ鉄道では1984年入線のおはふ501、502の外部をレールバスと同じブルーをベースに、 タルミ鉄道の頭文字である T を図案化した赤と白のストライプが倉化に描かれたものとしたが、1988年4月には茶色に倉化に赤帯を巻いたものに変更している。牽引機であるとの10型には暖房用の蒸気発生装置がなかったため、2カ所の客席を撤去して石油ストーブが搭載された。TR23 型台車 TR34。 型台車戦前製の2両は TR23 型台車、戦後製の2両は TR34 型台車を装備する。両車は基本的に同型だが TR34 では軸受けがベアリングに変更されている。制動装置は A 動作弁を車体側に備えた AV ブレーキ装置でリンク機構によって台車に備えられたブレーキ装置を制御する。 1984年10月6日の垂水鉄道開業に備えて、おハフ501、502の2両が国鉄から購入され、ラッシュ時の旅客列車1を往復に使用された。1989年3月には、神戸駅、垂水駅間が延伸開業し、垂水駅近隣の薄墨桜見物客の輸送のため、薄桑1系2両が登場。 これと組んで5両編成の観光列車を編成するために本国有鉄道生産事業団から、オハフ33型2両が購入されて、オハフ503、504となった。翌1990年には、四国旅客鉄道から、オハフ50系三両、東海旅客鉄道から12系、客車4両を購入、オハフ500三両が廃車された。1九十二年に、 JR 東海からスハフ12を一両追加で購入。オハフ500系の最後の一両が廃車され、形式消滅した。オハフ504は、廃車後元末駅付近に保存されたが、後に解体されている。オハフ5 0には、谷組口駅に保存されている。ありがとうございます。